カノさんこんにちは。あ、こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。前回の動画でですね、肥料に関してのまた質問が多々あったようですので、繰り返しになりますけども、ちょっと補足したり、いろんなことをちょっとお話してみようかなと思ってます。それでおさらいになりますけども、私どのところの園は自然栽培ということで、無肥料無農薬ということで今やってますけども、さわさりながら、完璧にその化学肥料を排除もできないのかなと、この前動画で、お話したように、ライト級の、軽いそのオールセブンという肥料の話をそれが廃盤になったという話をさせてもらいましたけども、それに続く888というのがありますので、ちょっと私もそれを今注文してましてですね、いきなりストップっていうのもいかがなものかなとそれはメーカーに対してですか。いやブルーベリーに対して、栽培上の何らかのそういう、自然のそういう、例えばこういうもみ殻であるとか、チップであるとか、これがウッドチップです。でこうやって木を粉砕したやつなんですけど、中にはこんな大きいのもあります。こういうのも自然と、分解されてですね、最終的に土に戻っていきます。こんな感じで、株の周りに通路とかに入れてます。そのまま使うってことですね。このまま使います。そういうのは入れてますけども、それでも足りないこともあるかもなということで、ちょっと補充という形でですね、量的にはたくさん振らないけど、補完的にちょっとは準備しようかなとは思ってます。で菅さんの栽培方法はもみ殻と、木製のチップですねがメイン。そうですね。あとぬかですね。あ、ぬかね。はい、この3種類がメインで、化学肥料は補助的に使ってると。そうですね。もともと大体そういう考え方でしたので、特にぬかについてはですね、非常に前回も話したように、このここに土がありますけども、ぬかを入れてあげると、中の微生物、菌とかですね、いろんなものがの栄養になるもので、菌が活発、例えばブルーベリーの根っこと菌の関係、非常にいろいろ調べてみましたら、密接でお互い助け合っているということが書いてありましたので、特に自然界、向こうに、国有林で原生林なんですけども、落ち葉が落ちてから倒木をしたり、枯れ枝が落ちたりして、それを分解してくれる生物は、倒木だったらカブトムシとかいろんなそういう甲虫類っていうんですか、あれが中に入っていって食べて木を分解して、それが土になって積もっていきますよね。でまた土の中にはそういう微生物、菌類、特に菌が多いんですけど、そういう菌たちがすごく栄養になって、でそれが土、本当の土に変わっていく作業をしてくれる。その中にまた木が栄養分として吸い上げるから、自然の、この前お話したように自然の循環サイクルがうまくいっていると、こういうことをお話したと思うんですけど、というのは実は私これを始めた頃ですね、まだ本数が少ない頃、ぼかし肥料といってですね、米ぬかと油かす、骨粉、もみ殻とか混ぜて、その中にああいう山に落ち葉がこんな積もってます。下の方をこうめくっていくと C6 ですね、菌がはびこってます。
それを取ってきて、それをその中に混ぜ込んで、糖蜜という、まあ、それを水で薄めて、シャワーみたいにしてかけてあげて、で、かくあんして、置くと、ものすごく発酵します。菌がかつ食べてですね、それで肥料を作って、まあ、ぼかし肥料という肥料を作ってたところがあるんですけど、もう今こういう大きくなると、とてもそのぼかし肥料を作る、もう労力がですね、ないから、まあ、もう簡単に単純にこういうもみ殻とかチップとか、まあ、ぬかとかをもう直接畑に入れるように今してるんですけどね、本当はそこまでやった方がいいんでしょうけど、まあ、そういう感じかな。だからやっぱりこの自然の細工って言うと、やっぱり私たちの目の見えない土の中、やっぱり菌がやっぱりそのまあ、土壌の良し悪しを作ってくれてるのかな。だからまあ、だからなかなか目に見えない世界ですので、虫人間は見えないところになかなか思い描いてありませんけど、あえてそこをこう注目して、やっていきたいなというのが今の私の考えです。以前撮影した時にブルーベリーの根っこ同士が会話してるんじゃないかと、まあ、これはブルーベリーに限らず他の植物もそうですね。というのはあれ、まあね、インターネットかなんかで私見たんですけど、同じ植物を、まあ、プランター、このぐらいのプランターに3本植えるんです、ね、で1本だけプラスチックの板でこう土を敷きって、はいはい、でもう1個は頭からもう光が全然当たらないようにする。でもうあと3本目はもうそのまんま普通の日光が当たるようにして、じゃ まあちょっと期間は忘れたけど何ヶ月後かにどうなったかというのをこうする動画があったんですけど、そうするとそのプラスチック板で仕切ったやつは完璧に枯れてました。枯れた、うん、と真ん中のそのこの光が当たらないようにしたやつはかろうじて生きてました。というのはこっちのまともにその光を浴びて、光合成をしたやつは多分、まあ、その研究者の方はその根っこ同士でその根っこ同士が会話するというかつながるというか、そこにそういわゆる土壌菌が介在していると、うん、でこれが橋渡し役をしてて、でそいつがそっちからこう栄養をいただいて枯れないように生きながられたという、うん、まあ、動画を見たんですけど、うん、あ、なるほどなと、うん、いうことを見てですね、今までその土の中のことあんまり、まあ、全く考えないわけじゃないけど、うん、肥料をやるということはそういうことですからね、うん、その肥料をやることでもう全てが完結したと私たちは思ってるけど、あ、そうじゃないねと、うん、やっぱりその私たちも人間生活する上でやっぱり住環境であったり生活環境であったり、まあ、たくさんありますよね、インフラ、私人間が生きてくれる、これは整ってないとなかなか生活しづらいという、まあ、そういうことだよなということですね。その会話の手助けをするんですかね、もみ殻とかチップとかそのぬかは、うん、まあ、直接的ではないでしょうけど、結局まあ土壌の中の、まあ、菌であったり、まあ、そういうものがその分解することによって、だから土壌のやっぱ餌というんですか、はい、その菌の餌をしてあげることが結果としてそこに一緒に住んでるその、まあ、ブルーベリーの木であったり他の植物もそうですけど、その手助けしてるんだよなと、まあ、いう感じですね。手助けをしてると。で前回の動画に回答じゃなくてコメントがつきました、ちょっと読みます。早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。私も地植えがメインでもみ殻やぬかも試していたところです。自然の力を引き出すことの大切さを改めて感じました。ありがとうございました。役に立ってますよ。もう五道家の至りで非常に嬉しい、コメントをいただいてありがとうございます。逆にこっちが勇気づけられるというか、まあ、だから多分その、まあ、化学肥料なんかだったらガンガン
その成長するんでしょうけど、それはもうその時間的に見たときに、まあ短い時間の話であって、やっぱりこういう植物は、まあブルーベリーでも20年だいたいその、まあ、寿命があるよという話聞いてますので、やっぱり5年10年というサイクルで見ていかないといけないのかなというふうに考えてますね。まあそれでもですね、まあ、特にこのブルーベリーも、まあこちらにあるのがこのラビットアイケイという、まあ沖縄からこの南九州、非常にガンガン大きくなる品種ですけども、これは元気です。これはこの、まあ、寒いところで育つ品種は、まあ、やっぱり弱ってます。やっぱりこの昨今の、まあ、異常気象というか、その温暖化というか、まあ、温暖化かどうかはちょっとよくわからんけど、まあ、世間一般でそうおっしゃるから、まあ、そういうことにしておきますけども、ちょっと元気がなくなったり、まあ、植えてから10年も過ぎ、13年になりますので、ちょっとやっぱり、今ここにもまあ植えてますけども、こうやって植え替えの時期が来てるなということで、特にまあサザン系、ノーザン系は非常にそういう意味では、まあ、あのラビットアイに比べて非常に、まあまあ、デリケートというか弱いというか、いう部分もあるんですけどもね。ただ私のこだわりとしては、やはりお客様においしいブルーベリー食べていただきたい、私も食べたい、そのためにやっぱりこのノーザン系サザン系が一番食味がいいということで、あえてまあ全てをラビットアイに変えれば、まあ、楽なんでしょうけど、あえてそこにチャレンジしながら、ああでもないこうでもないということでですね、やっているところです。で、まあ、弱った木もありますけど、もう一回それを復活させたり、切り込んで新しく芽を吹かしたりして、再生、やらをいろいろ今やってるところであります。で、まあ、金さんがこだわってるオニールとか、ノビリスとか、今後力入れるっていうのは東北、地方だったらうまく育つんですか。まあ、これも、まあ、まあその、まあ、園の管理者によるんでしょうけど、まあ、愛情の注ぎはですかね。そうですか、いいこと言いますね。やっぱり可愛がらないとやっぱりなかなか報いてくれないというか、やっぱり注意深くその木一本一本をやっぱり今どういう状態かというのを把握することが大事かなと思います。はい、であの心を聞きたいんですけど、ラビットアイ系だったらたくさん収穫もできるし、まあ女性もいいわけですよね、この宮崎だと。ところがあえてそのサザン系をこうたくさん増やしていくっていうのは食味だけですよ、美味しいから。まあそれと収穫時期が早いと。なるほど。ということですね。ラビットアイ系大体、まあ、6月の、まあ、終わりぐらいから、まあ、8月にかけての収穫なんですけど、ちょうどまあ南九州はまあ6月の中旬から7月の10日前後まで梅雨の真っ只中で、その頃お天気も悪いし、毎日雨ばっかりだし、当然実はなるけども糖度は乗らないし、もう雨で落ちるし、まあそういう欠点がある。でこの、まあ、サザン系のオリーブなんかはまあ、大体5月の10日ぐらいから売れてきます。で大体5月の20日ぐらいにいつもオープンしてるんですけども、梅雨まで入るこの1ヶ月間を勝負として、でお客さんにやっぱり食べていただきたいと、美味しいものですね、という、まあ、考えやら、それと、まあ、まあ営業的になりますけど、5月から、まあ、8月まで営業するのか、まあ、7月から8月まで営業するのか、まあ、この経営的な、まあそこの座さんも入ってますわな。座さん。じゃあ 前半が、まあ、収穫できる前半がそのサザン系、はい、で後半がラビット系、なかなか経営戦略が出来上がってるんですね。いやいやいや、まあ、経営というその、まあ、おこがましいですけど、まあ、そこまでないんですけど、少しでもお客様にブルーベリーの美味しさを
味わってくださるために、じゃあ何月何日から何日までおいでと、まあ、いう縛りかけてもまた来れないお客様もいるでしょうから、はい、ある程度キャパがあった方がいいのかなという感じですよね。うん。